さあやってまいりましょう。手持ちのつむすべて紹介し終わるまで終わりません。続きましたベイマックス、ランダムでつむをでっかくするよ、でっかくなっちゃったってやつです。はい、ベイマックスね、なんだったっけな、なんかね、エレクトリカルパレードか何かでね、ベイマックスのやつが出てきた、あれ2か、ベイマックス2かな、が出てきた時には、うわディズニーさんここまでやるようになったかと思ってすごい感動したんですけどね。でベイマックスの粒は、まあ、今見ていただいたように、例えばそのサリーの粒とかっていうのは、あ、まだサリー紹介しなかったかな、まあいいや、あのサリーの粒に関しては自分の粒をでっかくするんですよね。ところがベイマックスの場合はね、自分じゃない粒も含めて大きくするんですよ。当然自分もでっかくなるんですけど、で面白いのがボムがあるときはボムもでっかくしてくれることがあるんですよね。でボムがでっかくなるとボム自体も5個分なんですよね、消えるのが。今ボムでっかく、ほらボムでっかくなった、ドーンとね、ほらね、周りめちゃめちゃ消すから17個分今消したでしょ。そんな感じなんですよね。はい、なんだろうね、ベイマックスってそのなんて言うんだろう、僕ちょっと映画自体を見たことがないのでどんなのかわからないですけど、まあ、ちょっと包容力がある感じのロボットなんですかね。で、何が言いたかったんだっけ、あれ何喋ってたっけね。あ、そう。何、ベイマックスって映画か何かででっかくなるのかな、ワンシーンで。それがあるんだとしたら、まあなんとなく理解はできるんですけどね、この意味がね。時々なんか全く映画でそんなことあったっけっていうような、こうスキルを発揮するツムもあったりするじゃないですか。まあ、それがまたね、一味違う面白さを出したりとかっていうところがあるんじゃないかとは思うんですけどね。はい、ということでベイマックスはね、自分以外のツムまで助けてくれる本当に心優しい温かいツムでございました。では次回またお会いしましょう。さよなら、バイチャー。